地震の影響で一部区間で運休が続いていた九州新幹線でしたが、先日27日、地震発生からわずか2週間余りで全線再開となりました。JR 九州の話によると、阪神大震災後の耐震基準に沿い設計したことが功を奏し、鉄道設備に致命的な破損がなかったことが今回の早期再開につながったそうです。一部区間ではスピードを落とし、本数も減らしての運行になるなど、完全復旧ではなく、またその見通しも立っていませんが、それでも多くの外国人にとっては驚異的な復旧の速さだったようです。海外の反応、新幹線はすでに通常の状態に戻ったそうだ。タイ、こんなに早く復旧させるなんてすごすぎる。ヨルダン、やったー、嬉しいニュースだ。復旧に関わった人たちにブラボーって伝えたい。イギリス、本当に良かった。私たちも九州新幹線に乗って旅をしたことがあるの。イギリス、美しい車両、美しい島、九州の中でも特に長崎と別府が最高だった。アメリカ、俺の国でも新幹線を走らせてほしい。俺のこの熱量は他の人にはわからないだろう。国籍不明、私たちが行った時は残念ながらただ車両を見ただけ。でもまた絶対に九州に戻りたい。デンマーク、頑張れ日本。みんな君たちのために祈ってる。帝に神のご加護がありますように。気高い日本の人々に神のご加護がありますように。イタリア、大地震からたった2週間で復旧させちゃうか。イラン、日本頼む、俺を温かく迎えてくれ、頼む。フランス、徐々に復興していっているようで本当に嬉しい。被災地の人たちもこのニュースに励まされるといいな。私は今でもあなたたちのために祈ってるよ。アメリカ、ああよかった。地震が起きた時ちょうど私も九州にいたんだよね。頑張って日本。日本の電車も大好き。シンガポール、新幹線の施設、例えば大小さまざまな橋梁やトンネルや駅が大地震にも耐えたというのは非常に重要なことだと思うんだよね。あれだけの規模の地震だったのにもかかわらず被害は最小限だったんだから。国籍不明、日本に敬意を表します。仕事が早いことは日本人の才能の一つだと思ってる。マレーシア、日本って国は素晴らしく効率的な国だよね。シンガポール、日本、ああ、日本、待ってて、またすぐに戻るから。マレーシア、俺も開通したばかりの頃に N800 に乗ってきたよ。ニューヨーク、大地震からわずか2週間。イタリアだったらどうだったんだろうね。イタリア、何なんだこの復旧の速さは。国籍不明、日本はトラブルが起きてもなんとか対処できる国。イギリスにも同じようなことができるだろうか。イギリス、これだけ短期間での復旧は本当に見事だね。バングラデシュ、迅速復旧、プロフェッショナルの仕事を見た思いだ。フィリピン、こういうのは誰が指揮を取ってるんだろう。本当にすごいことだと思う。国籍不明、日本さん、ぜひフィリピンにも新幹線を走らせてください。フィリピン、日本はいつだって厳しい状況から立ち直ってきた国。国籍不明、全線復旧のニュースを聞いて嬉しかった。だけどやっぱり被災地の人たちのことが心配。地域の復興も早く進んでいくことを願っています。シンガポール、仕事に関わった人たちの努力に胸を打たれた。国籍不明、日本も日本人も大好き。熊本のいち早い復興を祈ってます。フィリピン、日本の鉄道は素晴らしいし唯一無二だよね。うん、世界に匹敵する国はないと思う。
リビア。素晴らしい仕事にお見事って言いたくなるね。被災地の安全を願うばかりだ。パキスタン、これは驚くだろ。さすがに仕事が早すぎる。国籍不明。素晴らしい。やっぱ日本は違うな。オーストラリア。日本は常に自分たちの足で立ち上がってきた国だ。シンガポール。日本。私が心の底から愛している、可能な限り足を運びたい国。地震の被害に遭われた皆様に、神様のご加護がありますように。1日も早い復興を願っております。シンガポール。